今回修理するボード、破損箇所はノーズが結構小さいです。そしてテールです。テールの破損は結構大きいです。で、こちらを直すテール、まずテールですね。テールはこちらのキットを使って直してみます。ノーズはこちらのチューブ式、こちら UV で固まります。これを使ってみたいと思います。はい、テールの方は破損が、かなりひどかったので、フィックスドクターのキットの方で今修理をしています。現在、このクロスを補強している最中です。またこれで固まり次第、皆様にお見せしたいと思います。はい、修理の方完了しました。これで明日から海に入ります。結構簡単にできました。みんなもやってみてください。